1月22日が第9日だったのかっていうことで、僕がまあ頑張ったわけですよ、この最高級に、非常に頑張りましたので、自分の本業でもらっているお金の。この話題始まりました。マチェチャンネルです。今回はですね、まあ気になってる方も多いということでですね、いろんな人に会うたびにまあ聞かれるんで、まあ答えようかなと思います。はい、YouTube で一体いくらもらってるんだっていう話ですね。まあ聞かれると思ってましたし、別に隠すもにも何もないので、発表しようと思います。で、振り込まれた額は言っていいらしいので、はい、なんで、言っていきたいと思います。はい。で、まあ、登録者1万いきまして、ありがとうございます。最近、TikTok も始めましたので、そちらも、ぜひぜひ見ておいてください。じゃあ、行っていきたいと思いますが、どうもですね、22日に毎回振り込まれてるみたいです。そんなのも確認してなかったんですけど、Google から入ってますね、毎回。で、最初の月は、まあ、この動画で、このチャンネルでも話したんですけど、2月分が合体しちゃってたんで、そうなんですよ。前の住所に振り込み手続きのやつ届いちゃったんで、なんで2月合わせて2万8000くらいでしたかね。それが最初の月でした。一番最初に収益化がされた後にですね、なったやつです。5月22日が2万5967円、ね。なんで2万5000円。で、続いて、6月に行くと、6月24日に振り込まれてますね。6月24日が 77,387 円、ね。まあ、これは前の動画に言った、だいたい8万円ぐらいになったと思いますって言ってた時ですね。で、それが終わって、まあ、いろんなコラボやったりとかして、まあ、ですね、一気に。増やした感じで、重なっていったんで、そこでどうなったのかっていうのを、今から、発表したいと思います。はい、それではですね、7月22日ですね。まず7月22日ってことは6月いろいろやった頃かな、のコラボ。6月はどんなのがあったんでしょう。たくみさんに出てもらったりとか、呼び名のたくみさんですね。その他いろいろ、まあ、キャストダイス TV とかいろんな人たちとコラボして伸びていってたのが7月22日で、7月22日が 98,353 円入ってますね。だもう10万ぐらいですね。ちょうど10万円ぐらいが一月で入ったっていう感じです。まあ頑張りました。で、まあ、本業ありきの、そうですね、予備校講師ですけど、本業ありで執筆本も書いてますから、それありきのこれだけ頑張ったので、よかった。頑張りました。まあ、ただね、毎日投稿してますからね、それで報われるかどうかっていうのはどうなんだろうって感じですけど。はい、続いてですね、いよいよ、そうです。気になるのはやはりそうです。8月じゃないですか。7月に、ちょうどいろんな、のをやることができたんで、すごいですね。まあ、アツさんに出てもらったり、有名な YouTuber ですね。で、チカさんに出てもらって、で、細井先生の2セット目というか、すごいうちのチャンネルの準レギュラーみたいなですね。細井先生に出てもらったりとか、英語講師オーディションやったりして、すごく伸びたんですよね。で、その結果というか、そこでどうなったのかっていうのを言っていきたいと思います。で、8月22日に、振り込まれていますね。一体いくらだったのかっていうわけです。ここが、まあ頑張ったわけですよ。過去最高級に、非常に頑張りましたので、それを発表したいと思います。いよいよですね。はい、気になる方多いと思いますが、その8月22日で、私が Google からもらったお金は、153,197 円です、この時だってまだ1万いってなかった時ですからね、登録者数が。で、それで多分だから7000とか8000とかその辺の頃だったと思いますけど、でそれでこれだけまあもらえるわけなので、やはり YouTube には夢があるなとは思いましたね。まあ頑張ってやればこんだけもらえるんだ。1万いかなくていいわけですよ。なんか再生数をちゃんと取っていればこれだけもらえるっていうのが良かった。で、まあ、12時1人ですから、特に、
タッフにやらせてないんで、最初はやらせてましたけど、スタッフ編集、やっぱ自分の思うようにならないんで、全部自分でやってますから、それは全部自分に効果的だったら、まあ、いいかなとは思います。でもまあ、これで、報われるかというか、だったらちょっと、それはそれでちょっと違いますね。やっぱり、自分の本業でもらっているお金の、1以下か、はい、になってしまうので、月もらってるお金全然少ないですから、なんか YouTube の方がはるかに少ないので、なので毎日やっぱり3時間、最低3時間の編集時間がありますからね。動画を最低3時間やって、それで割ったらやっぱりね、だからどうしてもやっぱ他の先生の授業をね、大口先生、竹原先生、ジェニーとかにやってもらわないと無理なんですよ。竹原先生、大口先生が出てるときは3時間編集しなくていいので、それがもう本当に助かってるんですよ。やっぱ3時間は辛い。で、やっぱコラボ動画だとだいたい4時間、5時間、6時間ですね、の編集かけてるので、特に時系列をバラバラにする、場合は、そのだけの編集がかかってるので、やっぱ割には全然合わないですからね。で、3時間っていうので考えて、3時間30日で、それで15万円って言ったら、1日どれぐらいですか？やっぱり、はい、本業は頑張ります。本業はやり続けます。やっぱ副業としてじゃないとできないかなっていうのは正直なところです。はい。今だからこう、わ、すごい15万でこれからゴンゴン上がり調子かって言ったら違うんですね。今こうなりましたから。やっぱりその合宿行ったりとか、あとはまあ、出張授業がいっぱいあったんで、それが重なって、撮りたいもの撮れなかったって、収録したいものが撮れなかったっていうのがあるので、やっぱそれはっきりと出ますからね。はっきりとこう再生数が下がるっていうのがもうガンと出るので、あ、今このタイミングでこれを出せたら、結構見てもらえるんじゃないかなっていうのがあったりするので、で、それを、この東京にいる時だったら、もう臨機応変に変えながら、やってたんですけど、あ、これに変えようとか、今日はこれにして、あれは友達にしようとかってできたんですけど、それができなかったんで、やっぱりですね、一気にこう、そうですね、下がるのは、分かってます。で、自分自身としては、そうです。この、こう人気出るだろうなっていうのだけをやっていくわけではなくて、あ、これも、なんとか置いておきたいなとかですね、いずれ誰かが必要となった時に見てくれたらいいなっていう感じで、やってるものもあります。例えば、あ、いわゆるいろんな試験受けてきて、その試験がどうだったかとかって話すやつですね、それらは、あ、どうせ人気が出るとは思ってません。人気なんか出ないだろうなと思ってますが、まあ試験のその受けたいとか受けなきゃいけないっていう人が出てくる時に参考にしてもらえればなと思って、載せてあります。あとはまあそうですね、大口先生の、授業とかは自分の、本の、その解説がやっぱちょっとしか書けないんで、それのもうちょっと長いバージョンをやっぱり、やってほしいっていうのがあって、そうですね、情報を足したりとかっていうのでやってもらってます。まあじわ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 それは人気が出てきたかなという感じです。きちんとやっておけば人気が出るっていう企画はあるなっていう印象があります。だからビジョン君のトイック800点企画とか、最初は全然人気がなかったですけど、後からやっぱりこう本当にしっかり努力してこう上がってきたので、点数がちゃんと上がってきたら、あ、みんな見てくれるんだなっていうのはよくわかりましたし、そういうのは力を入れてきちんとやっていきたいと思っています。はい。さあ、まあ昨日のね、やっぱ高田先生のやつとか、やっぱり高田先生人気ありましたね。すごいなって思いましたけど、そういった人が出てきたりとか、また、有名な方が出てくれたりとか、そしてそれだけじゃなくて、僕の強みといえば、その、まあ受験業界強いですけど、大学受験の。それだけじゃなくて、英語業界も強いので、ちょっと英語関係の人たちもこれから出てきます。英語系 YouTuber ですね、の人たちも、ともいろいろ今連絡を取り合ったりして、やっていきたいと思います。同時に、まあいろんなオファーがすごい、同時にすごいですね、入ってるので、それも、やっていきたいと思います。まあ、引き続き学校での講演依頼とかですね、待っていますので、ちょっと結構来ました、依頼が来たので、それを、まあ、来月には一つ、やると思ってますので、そちらも、まあ、今からちょうどその打ち合わせに行ってくるところですので、そちらも、ご期待してください。ね。サブチャンネルですね。英語でワンピースやってますので、こちらもちゃんとつか、こちらもですね、ぜひぜひ見てください。僕は今こう15万いきましたが、多分半分以下になると思いますよ。次は。はい。
ぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.